では今日のスターティングラインナップ見ていきましょう。まずはホームの藤枝です。 3-4-2-1 と予想しています。ゴールキーパー北村、ディフェンス3バック、右から小笠原、川島、鈴木、ダブルボランチに西谷と水野、右のウィングバックが久留美、左が榎本、ツーシャドウ横山とアンデルソン、そしてワントップ矢村という布陣です。一方アウェー大宮のラインナップです。こちらは 4-4-2 と予想しました。ゴールキーパー志村、ディフェンス4バック右から岡庭、浦上、市原、袴田、ダブルボランチに石川と小島、右に高柳、左に茂木、そしてツートップは室井とアンジェロッティです。小島から榎本、榎本前を見た、榎本から矢村、矢村が外、久留美へと渡って再開、久留美からのクロスシュート、最後打っていったのは榎本、いいクロスからのダイレクトボレーでした。ショートコーナーできました。横山、もう一度西谷に預けて、西谷からのクロス、小笠原頭に折り返す、シュート、最後は久留美先制、ホーム藤枝前半の22分。おそらくこれ最初に準備されてたでしょうね。ゾーンで守ってくる大宮に対して高さに分があるので、大宮が一回こうショートコーナーからファーサイドに送るっていう目線を動かすことによって、はい、まあ、スペースを作り出してそこに入り込んでくる。さあそして大宮のフリーキックです。後ろヘディングシュート、最後打っていったのは茂木だったでしょうか。矢村の前、矢村切り返してシュート、アンデルソンの前、アンデルソンシュート、横山シュート、ここも防いだゴールキーパー志村、ナイスセーブを見せました。ゴールキーパー志村の連続セーブ、バイタルの、ね、守り方であったりっていうのはアクセスですね、はい、さあチャンスになった。クロスに最後小島のシュート、フリーで打ったんですが枠を捉えることはできませんでした。さあここはどういったプレーを仕掛けてくるか。ここも上げてきてゴール前ヘディングシュート、最後は鈴木です。鈴木のヘディングシュートでしたが惜しくもゴール左に外れていきました。ギリギリのところでニアで触ったんですけど、本当にボール2個分ぐらいでしたね、まあ、いい状態でボール持ててるのでボランチのところで、あとはもう、ね、判断でいつ仕掛けるか。榎本のクロス、矢村の左足、決まった、榎本の速いクロスに対し矢村が決めました。今のシーンです。この低いクロスに対して、まあ、合わせる形になって、多分イメージ通りではないとは思うんですけれども、はい、うまくこうループシュート気味に逆サイドのネットに入っていったんですけども、この矢村選手ってボールが来た時にも常にシュート考えてるんですよね。こう打つという意識をなかなか、ね、ないと思うので、まあ、それが本当生み出したゴールじゃないですかね、はい、さあそしてここもチャンスになるアンデルソン、アンデルソンが中自分で行く、左足シュート、あーナイスキーパーですけどね、志村選手今のも自分で持っていって最後は左足、まあ、奪ってから早く前線に運びながら、もう2対1の状況でしたけれども、その間を縫うようなパスで突破を仕掛けてましたけど、非常に効率的な攻撃ですよね、あ、そのためにさあ縦、さあここ抜け出した、打てるか、シュート、中野誠也決めた、1点返しました大宮。最後小笠原選手のパスがショートしたようには見ましたけれども、ここの仕掛けですよね。中野選手やっぱ裏に抜ける動き得意ですし、ゴールに向かうような動きの中でそこを狙えたっていうところがゴールにつながりましたね、はい、代わって入った中野が結果を出しました。後ろから高柳反転して、
隙間から左フリーになっている泉沢、まあ、どうする、ドリブルが得意、左足でのクロス、高柳のシュート、ポスターですね、多分弾かれましたね。茂木縦に出した、黒川から中野誠也、さあこれが倒れた、これはそして笛が鳴った、そうです、ね、あ、レッドカードが出されました、藤枝、小笠原に対してのレッドカード、今のシーンです、まあ、完全に抜け出たので、まあ、意図はなかったにせよ足が少し引っかかって倒してしまっているので、まあ、印象的には決定機会阻止ということで、一発レッドカードということでしょうね。ゴール裏からの大声援に押されて今1点を追いかけます。さあ中野の前、袴田、そして右が空いていた茂木のクロスにヘディングシュート、袴田が決めた、土壇場で同点に追いついた大宮、袴田雄太郎今シーズンの2点目。まあ、ここの前で起点になったのも袴田選手ですし、なおかつこの右サイドでクロスに入ってきたのも袴田選手、まあ、サイドバックの選手なので藤枝としては1人退場して少なくなった上に後ろから入ってくる選手を捕まえるのはかなり難しいですけど、まあ、このヘディングも打点高かったですね、はい、頭で乗り返しヘディングシュート、押し込めるか、押し込んだ、またしても袴田、ここに来てアディショナル、大宮逆転、いやー1本目北村選手感動はしたんですけど、もう最後は気持ちですかね、人数も入り込んでましたし、大宮は守りきれるか、ここで試合終了、大宮アウェーの地で今季初の4連勝、逆転での J2 残留へ望みをつなぐ勝ち点3を手にしました。